あれ不思議、もう肌がもうツルッツルになってて、もうピカーンとなってますので、肌がビビるぐらい、もうビビりまくるぐらいツルッツルになるから、この感覚な、ハマったらほんまにこのアンプル手放されへんっていうぐらい、マジでおすすめ。안녕하세요、花입니다。はい、ということで今日はですね、もうほんま目変わりが来週の月曜日で終わって、いつ動画出してねって感じなんですけども、今回の目変わり関連で日用品とおすすめのコスメまで紹介したと思うんですけど、ラスト、スキンケアをね、ご紹介してなかったので、今日はスキンケア編ということで持ってきました。で、私の肌タイプから言ったら、インナードライのニキビできやすい敏感肌になっているので、同じやという方はね、参考になるかなと思うので、気になる方は実際まで見ていってください。はい、ということで、じゃあ早速紹介していくんですけど、今日の動画ね、もうほんまタイアップ動画かっていうぐらい、同じブランドのやつしか出てこうへんかったり、私がタイアップ動画をさせてもらったやつが出てくるから、もう見たことあるねって多分思う方いらっしゃると思うんですけども、それぐらい私が普段からめちゃくちゃ愛用してるものになっているので、あ、ほんまに使ってるんや、使ってみたいなって思ってくれたらいいなって感じで撮ってるので、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあまずクレンジングからご紹介していきます。こちら、エイプリルスキンのバームクレンジングになります。これは私が前にもね、9点のおすすめスキンケアの時にも紹介してたから、もう見たことあるわっていう方がね、もう多いと思うんですけれども、ほんまにもうバームクレンジングって言ったら、もう私もこれ一本、もちろん他のバームクレンジングも化粧もちゃんと落とせるしいいんやけど、私はほんまに結構敏感なインナードライのニキビ肌なので、特にクレンジング間違うとほんまに肌が一気にバーって荒れるんですよ。やけどもこれはニキビケアをしてくれながらクレンジングできるものになってて、匂いもね、めっちゃいい柑橘系の匂いがするんですよ。ちなみにこれ2個目なんですけど、もう中身ね、見てもらったらこんな感じ、汚いんですけども、ほぼもう底見えで、もう全部ねなくなりそうなので、私もね、これちょっと今回のラスト目代わりで注文しようかなと思ってるんですけど、それぐらいほんまになくてはならないクレンジングになっているので、ニキビ肌の方とか肌が敏感でしょ、クレンジングどうしよう迷ってんねんっていう方は、ほんまにぜひこれ使ってほしい。マジでいいし、これくる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 ってしたら角栓とかもね、ちゃんとポロポロ取れて角質ケアもできるから、ほんまにおすすめ。マジで気になる方はぜひチェックしてみてください。次が洗顔になるんですけど、こちらビーガンエフェクトのクレンジングフォームになります。これ私が前回のビーガンエフェクトさんとのタイアップ動画の時も紹介させてもらったものになるんですけど、マジでいい。ああいうね、やっぱりタイアップ動画になったら、タイアップ動画やからどうせいいって言ってるんやろみたいな感じで絶対思われがちなんですけど、マジでいい。もう今ね、これもう半分ぐらい使ってるんですけど、何がいいってね、まあ、動画を見ていただいたら詳しく説明しているので、もう詳しく知りたい方はそっちの動画を、ね、見てもらったら早いかなと思うんですけど、あの時も言った通りに、角質ケア成分が入ってるから、洗った時に肌がねツルツルってするね。やけど全然突っ張らへんと、さっぱりした洗い流しで、めっちゃ提供動画みたいになってるな ほんまにいい。だからもう毎日これ使ってるんですけども、それぐらい愛用して、とにかく洗い上がりが好きやし、敏感肌の方でも使えるから、クレンジングフォーム系迷ってる方マジで使ってほしい。ほんまに洗い上がりさっぱり、ほんま角質ケアしてくれる、もうツッツンになる。詳しくはね、もう動画見てください。はい、お願いします。で、次がトナーになるんですけど、ほんまにごめんなさい、はい、こちらビーガンエフェクトさんの、トナーになります。これもあの時のね、タイアップ動画の時にもういいって言ってお話しさせてもらったんですけど、もういいね。もう見てもらったら分かるけど、ここまで使い切っててもなくなりそうやから、この目代わりでね、買おうかなと思ってるんですけど、この間のタイアップ動画と言うてること同じなんだけど、これ私はトナーとして使ってるんですけど、これ名前はエッセンスなんですよ。エッセンスやけど、ほんまにトナーみたいに使えるぐらい軽いテクスチャーで、めっちゃ肌への浸透力いいし、マジでインナードライにもありがたすぎる、ちょうどいい水分感、保湿感やから、もうマジでおすすめ。あの時はまあ大人の事情でね、あれちょっと言われへんかったんけど、私の好きなスリーマックスのノニドナあるやんか、あれに使用感が似てる。だから多分めっちゃ自分の肌にも合うし、超良かったんやと思う。ほんでその上、角質ケアもしてくれるから、もう最高。まあ、これはね、エッセンスなんですけど、一応トナー部門としてご紹介させてもらいました。次、もう一個トナーっていうか、私はトナー代わりに使ってるアンプルミストがあるんですけど、こちらデラボーンのアンプルミストになります。こっちは鎮静角質ケアしたい時に使ってて、これは肌がちょっと乾燥してるなとか、保湿したい時とかによく使ってるんですけど、わかる？わからんな。これをちょっと壁にして、わかる？この感じ、霧が細かいのは細かいんやけど、細かすぎず、1回の噴射でバッて出る量がもうほんまちょうどいいね。これをもう顔に今3プッシュぐらいシャッシャーってしてあげて、なじまして、もう一回3プッシュぐらいしてバッてなじましてあげたら、マジで保湿感めっちゃいいし、やのに全然ベタつかへんから。これインスタにも載せたんですけど、これいただいてるからめっちゃ使ってて、まあ、そっからね、いろんなまたブランドさんからこうスキンケアいただいて、あっち使ったこっち使ったりやから、まだねこんぐらいしか減ってないんですけど、もうやっぱりこういう仕事してたら、他にいろんなスキンケアとかありがたいことにいただ
ただくんですよ。だからちょっとんってなったらほんまにこれぐらいしか使わへんやつとかあんねんけど、これこういう仕事しててこれをね半分ぐらい使ってるってことはめっちゃ使ってる方なんですよね。私の中では乾燥肌の方とか保湿メインでしたいっていう方にはほんまにこれめっちゃおすすめなのでぜひ使ってみてください。次アンプルの紹介なんですけど、ほんまごめんなさいなんですけど、ビーガンエフェクトの緑豆アンプルになります。もう何回も言うけどほんまにあの時の動画でも言ってんけど、アンプルマッサージって皆さん知ってますって言ったらほんまに提供動画みたいになんねんけどさ、これを使ってアンプルマッサージをマジでしてほしいね。ほんまにしてほしい。もうアンプルマッサージやったらほんまに肌がもう笑えるぐらいびっくりするぐらいにつるつるになるから、この感覚なハマったらほんまにこのアンプル手放されへんっていうぐらいマジでつるつるになるから、ほんまに角質ケアちゃんとした人とかはやってほしいねんけど、ほんであのプラス普通の化粧前とか寝る前のアンプルとしても使えるから一石二鳥すぎてほんまにおすすめ。アンプルマッサージのやり方はあの時の動画で詳しく紹介してるので、気になる方はあの動画の URL を下に貼っとくのでそちらからあの全部見てください。あ、トナーパッド忘れとったわ。あのトナーパッドのご紹介なんですけども、2つあります。まず1つ目がこちらビーガンエフェクトのトナーパッドになります。それこそこれもまあ大人事情でね、やっぱタイアップ動画ってなったら他のブランドさんの名前をねあんまり出したらあかんからあの時は言われへんかってんけど、私がもうご了承してる大好きなナンバーゼインの4番トナーあるじゃないですか。あれはほんまに角質ケア重視のトナーパッドになってて、そこにプラス鎮静効果があったらもう私の肌にはもう最高やなと思ってたんですけど、それを叶えてくれたのがこれ。鎮静効果あるわ、角質ケアもしっかりしてくれるから、もうこれマジでおすすめ。あの4番トナーでもこれはマジ自分の中で殿堂入りしてるっていうぐらいほんまに大好きなトナーにもなってるんですけど、さっきのこのアンプルマッサージして洗い流した後にこれで拭き取ってあげたらもうマジで肌がビビるぐらい、もうビビりまくるぐらいツルッツルになるから、肌ツルッツルになりたいよという方はねこっちもねあっちもなんですけどチェックしてみてください。はい、これはねもうトナーパッドっていうかもう自分の中ではパックの分類に入るんですけど、こちらエイプリルスキンのパックパッドになります。はい、もうこれもね私が今までの動画でめっちゃいいですよって言っても何回も、ね、紹介したと思うし、前の9点目代わりのおすすめスキンケアの時も一回紹介したんちゃうかなって思うんですけど、いろんなやつ使っとってもやっぱり戻ってくる場所みたいなのがあるんですね。そのうちの1個が、まあ、この子なんですけど、私はこれはさっき言ったみたいにもうあのパッドっていうかあのパックと思って使ってるんですけども、これは私確かタイアップ動画を受けてその時の動画で詳しく説明しているので、詳しく知りたい方はそちらの動画ね見ていただいたらいいかなと思うんですけども、まあ、パパッと紹介したらこれねほんまにパックパッドって言ってるだけあって、この1枚にマジひったひたに入ってんね。であの顔面にさニキビができた時に、まあ、生理前とかなったら私ほんまに決まった場所にニキビがボンボンってできるんですよ。でなった時にさ別にこういうところパックしたいわけじゃないね、ニキビのあるところに集中的にこうケアをしたいだけやけど、やっぱり大きいあの一般的なシートマスクってなったら顔全面にパッて貼らなあかんやんってなったらちょっともったいない感じするやんっていう時にこれがねあるんですよ。例えばね今私生理前でここにニキビがポンってできてるんですけど、ここだけにピッてやったらここだけ集中ケアできて、で鎮静効果あるし肌をねクールダウンさせてくれる効果もあるから、化粧前とかに2つここパッてつけといたら化粧のにマジで爆上がりするから、結局もうやっぱりこういろんなトナーパッド使ったってもやっぱり結局気にいいよって感じで戻ってくるのがこのこうパッドっていうかあの部分パックとして使いたい探してるよって方にはほんまにおすすめなので、ぜひ、はい、チェックしてみてください。同じ、まあ、パック流れで言ったらもう一個あるんですけど、こちらナンバーズインの3番のパックになります。これは私がこの間のオリーブヤングの購入品っていうので買ってきましたって紹介したと思うんですけど、やっぱりいいな。この間ユニバに行ってきたんですけど、ユニバとかそういうちょっと特別なお出かけの前日って結構ガチガチにスキンケアを張り切ってやるじゃないですか。皆さんもそうやと思うんですけど、すごいそういうね大事な楽しかったりする予定がある前日の次の日の肌の治安を爆上げしてくれるパックどれにしよっかなみたいな感じで選ぶのが私大好きなんですけど、その時にねこの子を選ばせてもらったんですよ。この子やったらね私の明日の肌を治安爆上げしてくれるはずやって思ってこの子をね選んだんですけども、大正解でした。次の日起きた時にもう超肌の治安良くて、なんか名前が耐えれば姫ケアパックみたいなちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんな感じだったと思うんですね。私はあのピリピリちょっと痛いっていうかちょっとあの熱い、多分それがピリピリ効果でちょっと肌が反応して熱くなってると思うんですけど、ニキビできてたりしたら鎮静系のパックがいいんやと思うけど、じゃなかったりしたらもうほんまにこれめっちゃ肌のキメが良くなるからマジでおすすめ。ここに書いてるこの3番セラムあれ有名な、もうあの3番セラムをもうギャッと1
1本ここにシートマスクもうぶち込みましたって感じのやつなんで、それをねパッとも贅沢に顔面に貼ったらもう次の日起きたらあれ不思議、もう肌がもうツルツルになっててもうピカーンとなってますので、あの1日でキメキや肌の治安爆上げしたいなという方はこちら本当におすすめなので、はい、ぜひチェックしてみてください。で次がクリームなんですけど、はい、もうしつこいぐらいに出てきますよ、ビーガンエフェクトのクリームになります。はい、あの時も私言ったんですけど、このクリーム大好きです。もうこれ大好き、もうねこれ眺めでもらったら分かるんですけど、もう見て、そこがさ見えてもほぼないぐらいにめっちゃ使ってるね。これほんまにね、インナードライとか敏感肌の方とかにもぜひ使ってほしいっていうぐらい、もうちょうどいい保湿感で鎮静してくれるし、だからもう最近手放せへんっていうぐらい、もうずーっと朝は塗りたくってるんですけど、まあ、特に朝やな。この肌がほんまにめんどくさくて、何回も今まで動画で言ってるんですけど、保湿しすぎてもあかんし、保湿しなさすぎてもあかん。それをね、もう間違うと、もうすぐにニキビができる。すっごい厄介な肌なんですよ。この子がもうそれをね、もうほんまに完璧に叶えてくれてますので、まあ、化粧前のクリームはもうこの子一筋っていう感じでね、まあ、使わせていただいてるんですけども、同じインナードライでニキビできやすかったりする人で、この暑くなったりこの梅雨のベッタベタする季節、まあ、クリーム探しますよという方にもぜひ使ってみてください。ほんまにおすすめなので、はい。で最後部分クリームがこちら、エイプリルスキンのスポーツクリームになります。これも前の動画とかでも何回も紹介させていただいてるんですけども、また買いなっていうぐらい、もうはい、また持ってきました。もうそんぐらいいいってことやで、もう分かるやんか。もうこれね、この間使ってやっぱりいいなって思って、もう改めて実感したんですけど、なんでかって言ったら、この間私背中にめっちゃでかいニキビがここにボツってできたんですよ。もうえってってなっとって、その時にもちろんあのボディミストとか、まあ、スキンケアとかするけど、あんまりそういう香料とかが入ってる美白系とかさ、やっぱ使えへんやんか。私背中めちゃくちゃ敏感やから、この辺のニキビできやすい背中は結構鎮静系のミストをしたりとかケアしてるんですけど、今まで顔に塗ってたこれをちょっとそのクソでかいここにできたニキビに塗ってみようと思ってこれ塗ったんですよ。次の日朝起きたらさ、えどこ行ったっていうぐらい、もうめちゃくちゃこうシューンってちっちゃくなってて、さすがやなって思って、もうほんまにやっぱ実感しました。私とかやったらもう生理前にポツ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 でニキビがこう3つぐらいバンバンバンってすっごいでかいのできるので、そういう時とかにちょっとお願いしますって感じでいつも頼ってるんですけど、そういうねもうニキビ肌の方とかもぜひ使ってほしい。一番最後にこれを持ってきました。はい、ということでこんな感じでザザザッと私のねおすすめスキンケアをご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。タイアップで紹介したやつとか前回紹介したやつとかも変わってへんから、結局やっぱりあれいいんやみたいな感じで再確認になっていただけたかなと思うし、私も何紹介しようかなって思っていろんなスキンケアを自分の棚のところこう見漁ってたんですよ。やっぱりこれやんなみたいな感じでこう持ってくるのが一緒なんですよね。もうタイアップ動画とか今までの動画に見ましたけどみたいな感じで多分思ってる方がいたら、ね、もうごめんなさいなんですけども、それぐらいいいんですよ。はい、私と同じ肌タイプとかはインナードライニキビできやすい敏感肌の方もぜひぜひチェックしてほしいものになってるので、今回の目変わり皆さん何を買うか迷ってるっていう方は、ね、最後の最後の最後に参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、ということで今日の動画も参考になったなという方はチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムの方もしてますので、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。